下北は、海上自衛隊の輸送艦、大隅型輸送艦の2番艦。艦名は、下北半島に由来し、初代大隅型輸送艦、下北に続いて、日本の艦艇としては2代目。下北は、中期防衛力整備計画に基づく平成10年度計画8900トン型輸送艦4112号艦として、 三井造船玉の事業所で1999年11月30日に寄港され、2000年11月29日に浸水、2002年3月12日に収益し、同日付で自衛艦隊直轄部隊として第一輸総隊が新編され、一番艦をお隅とともに編入、クレに配備された。2003年2月4日から3月28日にかけて、 テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、イカズチともに、対応国陸軍工兵部隊と建設用重機を、アフガニスタン近縁のインド洋沿岸へ輸送する。2005年6月に、車両を観伴上で、陸上自衛隊の野外手術システムを展開する、技術試験が行われた。2006年4月3日、第一輸送隊が、護衛艦隊霊下に編成がえ、 2008年11月14日、平成20年度統合演習で、航空自衛隊カスガヘリコプター空輸隊の CH-47 による陸上自衛隊部隊の輸送艦からの空中輸送訓練を実施した。2009年9月7日に、第5航空軍とともに沖縄県防災訓練に参加し、航空自衛隊、消防、NTT、 沖縄電力及び日本赤十字社の救急車などの各種車両を積載する訓練を行う。2010年8月26日、パキスタンで発生した洪水への救援活動を行う陸上自衛隊の CH-47JA 等を乗せて横須賀を出港し、9月18日にパキスタンのカラチ港に到着した。 2011年1月24日から1月27日、米海軍用陸艦、東急がとともに輸送特別訓練を実施。同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。地震発生時には、三井造船玉の事業所で、年次検査を行っており、 観光を4月1日に早めて4月6日から災害派遣部隊に加わった。2013年6月10日から26日まで、米国カリフォルニア州キャンプペンドルトンを呼び、サンクレメンテ島にて実施される、米軍単独であった統合訓練、ドーンブリッツ13に初めて参加する。他に護衛艦、ヒューガ、アタゴが陸上自衛隊からは、西部方面普通連隊と、 西部方面航空隊補加参加し、同演習期間中には、米国海兵隊の V-22、にオスプレイスイッチ送り着陸輸送機が着艦している。2014年9月3日から6日まで行われた、平成26年度離島統合防災訓練の一環として、宮古島、田良間島、伊良部島で実施された沖縄県、総合防災訓練に参加。11月4日、 陸上自衛隊西部方面隊の大規模演習である、鎮二十六演習において、西部方面特化隊の MLRS を下北、甲板状に固定した状態での射撃準備訓練を行っている。2016年7月1日、第一輸送隊が、総会隊軍令下に編成がえ。7月6日、パシフィックパートナーシップ2016に参加するため、クレオ出港、ベトナム。 パラオに寄港し医療支援等を行い、8月20日に、クレに寄港した。2018年4月9日、九州西方海域において、米海軍強襲用陸艦、ワスプほか、艦艇数隻と共同訓練を実施した。5月8日から5月24日にかけて、護衛艦、ヒューガと共に、九州西方海域、鹿児島県、種子島及び、同州辺海域において、 水陸機動団に演習に参加した。陸上自衛隊からは、水陸機動団、第1ヘリコプター団、西部方面航空隊等が参加。平成30年7月豪雨の影響で、呉市内で断水が発生したことを受け、7月8日9日に、呉基地係船堀地区に停泊中の艦内に、設置した特設ブルーを被災者に開放。7月10日には、 広島市宇品港から、呉れ基地などへとガソリン、軽油など、約124キロリットルを積載した、タンクローリー7両を輸送した。その後18日まで、再び入浴、給水支援を実施した。入浴の対象者は主に、江田島市在住者で、同市人のせるキャック整備場からあるキャックによる送迎が行われた。同年8月25日、本州南方海域において、 英海軍揚陸艦、アルビオンと共同訓練を実施した。2021年6月12日から14日にかけて、沖縄東方の海区域において、米軍と共同訓練を実施した。米海軍からは、強襲揚陸艦、アメリカ、ドック型輸送揚陸艦、ニューオリンズ、ドック型揚陸艦、ジャーマンタウンが参加し、各種戦術訓練を実施した。また、 同年8月22日から8月23日にも、沖縄東方訓練会空域において、米海軍ドック型輸送揚陸艦、ニューオリンズと、日米共同訓練を実施した。ありがとうございます。